クラッシュバンディクーレーシングブッドビニトロはアクティビジョン参加のビノックスが開発したコンピュータゲームであり2019年8月1日にはセガゲームスより日本で発売された本作は過去にノーティードッグが開発しソニーコンピュータエンタテインメントがプレイステーション用ソフトとして発売していたクラッシュバンディクーレーシングの海外版を元にしている 2017年に発売されたクラッシュバンディクーブッドビ三段りと同じく開発に使用されていたオリジナルコードが現在では利用できないためキャラクターやステージのモデリングを作り直しさらにはゲームシステムにも調整がなされているまたクラッシュのレース作品として発売されたクラッシュバンディクー爆走、ニトルカートのすべてのキャラクターアリーナとコース ガッチャンコワールドのすべてのキャラクター、カートやスキンなど、シリーズ過去作に関連する多くの要素が追加されている。オリジナル版ではプレイヤーが使用できない、ボス専用として登場していた、N オキサイドが、今作では、お話、モードを進めることで使用できるようになっている。操作キャラクターは、N オキサイドとグリーンを含める、クラッシュバンディクーレーシングの、ゼンレイサー。 当時ゲームボーイアドバンス版限定だったボスたちを含める爆走。ニトルカートの全レイサー、ガッチャンコワールドの全レイサー、そして今作で新しくレイサーとなる無料 DLC の多くのキャラクター、すべて合わせて56人となり、プレイアブルキャラクターはクラッシュシリーズサイトとなる。なお、レーシングにおいて表彰台で祝福してくれた。 レースクイーンもそれぞれレーサーとして参戦している。今作はレーシングとその続編、爆走。ニトロカートに登場したすべてのコースとアリーナが登場。さらに新コースも複数登場する。コースとアリーナを合わせた数は51種でシリーズ最多のコース数となる。これまでに登場したコースにも世界観の強化やイースターエッグの追加、一部コースは ギミックの追加などどれもリメイクされて収録されている。また新しい機能としてミラーコースが選べるようになっている。なお、爆走。ニトルカートのコースの反重力は今作には登場せず、いずれもルートに大きな変化がないようにコースデザインが変更されている。ガッチャンコワールドから登場したキャラクターの着せ替え要素が今作ではさらに強化されて収録されている。 ガッチャンコワールドに登場したスキンの他に、歴代のクラッシュシリーズに登場したスキンや全く、新しいスキンが登場。スキンによっては、レース後の表彰場面でのモーションが変化するものもある。オリジナル版ではカートは一種類のみで、爆走。ニトルカートでも、キャラごとに乗れるカートが決まっており、カートを選択するということは不可能だったが、今作では、爆走。ニトルカートや、 ガッチャンコワールドで登場したカートシリーズ初登場の全く新しいカートなど複数のカートをキャラと別に選択できるようになる。これに伴い今までボス専用だった N 置きサイドのホバークラフトや爆走、ニトルカートのボスが乗るベロチョッパーなどをプレイヤーが使用することができるようになった。なおカートごとの性能差は存在しない。 これらカートのカスタマイズ機能も追加され、カート、ホイール、ペイント、ステッカーを自分好みに調整できる。それぞれのカスタマイズ要素は、お話モードなどゲームを進めたり、運ばコインを集め、ピットストップで購入することで手に入る。なお、旧シリーズにあった変形機能や合体機能は、今作では使われない。その代わりに、 ニトロカートに存在した半重力での浮遊の要素が本作ではホバークラフトのように変形せず最初から浮遊する状態のカートとして登場するオリジナル版にあったオフラインマルチプレイに加えてオンラインマルチプレイに対応さらにハイスコアにはオンラインランキングも追加されるまたオンラインではグランプリというシーズンごとのイベントが開催される現在はグランプリは 完全に終了している。オリジナル版にあったマフラーから出る炎の代償による速度の違いは、今作でも健在で、加えて特定の加速床やアイテムを使用した際に発生する、さらに強烈なターボは青白い炎が出るようになった。この現象は、非公式に超加速、青ターボ等とマニアから呼ばれている。さらに同じ青白い炎を出せる加速床でも、 場所によってその強度が一定ではない。オリジナル版では超加速発生中に通常のターボがかかると減速する仕組みだったが、今作ではターボがかかるたびに青白い炎が出る、時間が延長するようになっている。そのため、コースによっては超加速を維持して2周以上することも可能となったが、その速さゆえに制御は困難を極める。なお、 本作ではマフラーが2本より多く存在するカートが登場するが、そのカートの場合マフラーから出る炎はターボが発動した一瞬のみすべてのマフラーから炎が噴出され、その後は特定の2本のみから炎が出るようになっている。レーシングではキャラによる性能差は曖昧で明確な数字が出ていなかったが、今作では明確に数値化されておりとなっている。また、前作の 全性能最高キャラグリーンは今作はスピードタイプに変更されている。2019年10月3日のアップデートにより新ドライブスタイルのドリフトタイプスピード6加速2ハンドル3月以下。またカードのカスタマイズにおいてすべてのキャラクターで性能系統を変更できるようになりキャラによる性能差は完全になくなった。 クラシックは本来そのキャラクターに割り当てられた系統で、他にハンドル、バランス、家族、スピード、ドリフトの5系統から選択できる。リメイクされたクラッシュバンディクーレーシングの物語に沿ってレースやチャレンジが行える。ゲーム中の条件を当時の仕様に近づけたクラシックモードと今作用に様々な仕様が追加された新モード、ぶっとびニトロがある。 新モードでは、クラッシュシリーズ初の難易度が導入され、3段階、どれでも手に入る景品は共通だが、難しいのみ、ゲーム実績に関係がある。また、このモードではすでにゲーム内で、アンロックしているキャラクターをストーリー中に自由に、入れ替えて、遊ぶことができる。11、9のアップデートにより、ワープエリアのどこかに、金の卵が5つ配置された。 いずれも高い空中に配置されており、取得に技量が求められるが、これをすべて集めて、古代の遺跡エリアのレリーフに立ち寄ると隠し、キャラクター、キングチキンが手に入る。今作には、レーシングのすべてのモード、爆走、ニトロカートのすべてのバトルモードが収録されている。アップデートありひたすら、トライアルとタイムアタックトリングレースの記録、個人、または、 そのプラットフォームに限った全世界の記録と順位を見られる。2020年3月27日から開催された企画。グランプリのチャレンジだけが切り抜かれた形となり、こちらも日替わり週替わり、期間ごとに設けられた実績を解除することで、ニトロポイントに代わって、運パコインが支払われる。デイリーチャレンジ、ウィークリーチャレンジ、プロチャレンジの3種類が存在し、それぞれ難易度、 期間、運馬コインの数が異なる。後のものになるほど難易度は上がるが、期間は長くなり、入手できる運馬コインの数が増える。レーシングの初期キャラクター8人以外は、お話、モードを進めたり、ゲーム内で集められる運馬コインをピットストップで使用することで解禁できる。今作からの参戦キャラは、グランプリの無料追加 DLC で登場した。 キャラクター名の下にはゲーム中で使用できるスキン名を表記する。本作では過去作に登場したカートが新規のカートと共にすべて登場する。条件を満たすことですべてのカートにプレイヤーが乗ることができ、CPU およびボス専用のカートは存在しない。道中の至るところに置いてあり、いずれも触れるだけで壊すことができる。箱と島箱と箱は 壊すと一定時間後に再生される。これらのアイテムはレース中の工房に使うものではない。持っているだけで様々な特典や資格が与えられる。エレクトロンスキンパッククラッシュ。ここ、コルテックスの限定スキン。表彰台のモーションも専用のもの。海外版では予約特典として提供。初回特典として、プレイステーションステッカーパック、レトロコース。 レトロスタジアム、カート、レトロカート、レーシング当時のキャラクター選択画面のモデリングを元にしたクラッシュ、ここ、コルテックスのレトロスキンが登場した。XBOX1 アバタークラッシュヘッド日本語でアナウンスされたが実際には配信されていない。ダウンロード限定で案内されている n o キサイドエディション同梱物キャラクターとカートは通常版でもゲームを進めることで アンロックできる。いずれも無料ダウンロードコンテンツ。アップデートの度に新登場するアイテムの一部はニトロポイントに関係なく直接ピットストップに追加される。コースは配信期間後はアンロックせずにたコース同様に遊べるようになる。このグランプリは発売日前に開催されたため日本版は開催されていない。日本版のスイッチ版のみエラーが発生したため。 このグランプリは開催されていない。アクティビジョンのゲーム、スパイロシリーズとのコラボレーションであり、爆走。ニトロカートにも登場したスパイロが再登場する。スパイロが日本語にローカライズされたゲームに登場するのは2013年、スカイランダーズスパイロの大冒険以来6年ぶり。グランプリ期間中はタイトル画面にスパイロとスパークスが登場した。お化けハントというチャレンジが開催され、 期間中は、箱と島箱から稀にお化けが出現した。お化けに触ったりアイテムで攻撃すると捕まえることができ、それによるグランプリチャレンジも用意された。グランプリ期間中はタイトル画面にニーナが登場した。木箱の中に金のリンゴが入るようになった。お化けハントと同じ要領で金のリンゴを捕まえてレースをクリアすれば増額された賞金が支払われる。 このグランプリをもって全日程を終了とする。タイムトライアルにオキサイドより上位のゴーストであるベロ皇帝27世が出現。今回をもってアップデートは終了するとアナウンスされている。ニトロポイント並びにランキングが廃止され、従来のグランプリにあった期限付きのチャレンジが残された。これを達成するとニトロポイントに代わり、ウンパコインが支払われる。タイムトライアルに ベロ皇帝27世より上位のゴーストである開発スタッフが出現。これらの記録をすべて塗り替えると特別なホイールが手に入る。イグノのザッカリー・ライアンは発売前プレビューにてレトロさと新しさのバランスが良かったと評価している。ゲームウォッチの吹き越し智数はキャラクターやコース、ストーリーがクラッシュバンディクーレーシングのままで懐かしさを感じつつも任意で ドリフトができ、常に加速しながら走ることができる、疾走感と達成感は、同作の発売から20年ほど経過した現在でも、新鮮であると評価している。山中、大二郎クラッシュバンディクーレーシングブッドビニトロ。最新ゲームプレイ映像公開。20年前の PS 一般との比較映像も、オートマトン、2020年9月13日閲覧。 PS4 パンのみ1種類、多い52種。正確には、CPU 専用である N 置きサイドのホバークラフトを入れて2種類。ブッドビニトロ。重要テクニックの解説に超加速編2020年8月21日、閲覧。AB 吹き越しともかず。クラッシュバンディクーレーシングブッドビニトロ。レビュー加速。加速。加速。いつでもどこでも加速する。 スピード感が魅力のレースゲームクラッシュバンディクイレーシングウッドビニトロゲームウォッチ株式会社インプレス二千二十年九月十三日閲覧 https コロンスラッシュスラッシュ www.youtube.com スラッシュウォッチ v= コールラザイン4ナーラフハットクラッシュここポーラプーラクランチタウナイザベラ恵ぐエイミーエリザベス ベイビーティー、ベイビークラッシュ、ベイビーココ、パサディーナ、ボンクラッチ、ヤヤパンダ、ハスティ、チック、スチューガ該当 ABCDE 例外として、グリーンは、アクアクと、ウカウカのどちらかが、キングチキンとブロックチェックポイント箱は、すべてのサポートキャラクターが、ランダムで選ばれて登場する。コルテックス、N、ジン、タイニー、リンゴ、 リパー、ルー、パプパプ、コモドジョー、ピンストライプ、エントロピー、ニセクラッシュ、ニーナ、コモドモー、ブリオ、コアラコング、リラルー、メガミックス、研究員、ベイビーコルテックス、ベイビートロピー、リラルー V2 が該当オキサイド、エントランス、ザム、ゼム、クランク、ナッシュ、リトルノーム、ビッグノーム、ギアリー、ベロ、ベロ皇帝27世が該当スパイロ、ハンター、 ナスティの奥が街灯クラッシュ。ここ、ポーラ、プーラ、コルテックス、N、ジン、タイニー、リンゴ、ニーナのガラクタパンク衣装、メガミックスの全衣装が街灯 HTTPS、ツイッタードットコム、タロモモ1426、ステータス、123系6107兆4635億6210万4832、クラッシュチームレーシングイズオフィシャリーオーバー。 A パーソナルリフレクション2020年9月5日閲覧クラッシュバンディクーレーシングからぶっとびニトロプレビューイグノジャパン2020年9月13日閲覧ありがとうございます